第3試合、タッグマッチ30分1本勝負を行います。青コーナー、国本165パウンド、渡辺Tomoko。同じく155パウンド、Infernal、KAORU。赤コーナー、ラスカチョーラスオレンタルス、全日本チャンピオン、145パウンド、Shimoda、Mima。同じく、ラスカチョーラスオレンタルス、165パウンド、Mita、エツコ。レフリー、吉田真理子。第3試合です。全日本タッグ次期挑戦者チーム決定戦、タッグマッチ30分1本勝負、見たい少し下田美馬組対インフェルナルカオル渡辺智子組の試合となります、はい。斉藤さん、当初ですね、渡辺のパートナーがバット吉永の予定だったんですが、はい、脊椎、はい、腰、背中ですね、まだ怪我が治らないということで、爆弾がね、そうですね、抱えていますので、NK ホールには入ってほしいなというところでしょうね、はい。蹴りを使う選手だけなかなかこの腰の回復というのがね、まだならないものがあります。ただ代わりにインフェルナルカオル選手が入ったことで、はい、がぜんルチャーズレっぽくなりましたよね。何か一つ体が ね違うカラーになったかなと気がします。さて、早くも日の荒れラスカチョーラスが場外乱闘に持ち込みまして、花道まで流れて大暴れです。まあ、あっちこっちですからね、はい、なんかあんまりどっちを見ていいかという気がしますけど、はい、怖いですね。もう本部席にインフェルナルカオルが叩きつけられました。気が荒いですね、ラスカチョーラスは。陸上では下田の渡辺を痛めておるが、やっぱり悪役って感じがしますね。もう本当に指揮したことで完全にね、一皮も抜けたという感じがしますから、特にですね、はい、もちろん下田選手も三田選手も伊藤選手も2回2回向けてるんですけど、もう本当に完全にスキルだなっていうのが、ここ1、2ヶ月の下田ですね。今好調じゃないかと思いますね。そうですよね、動きが実になんかその動きに散漫なところが全くなくなっちゃったですよね。だからありませんね、かける技一つ一つ全部パーフェクトに決める自信が、はい、あるんじゃないですか、はい。これになんかですね、刺激されて体の大きい三田選手がね、スケールの大きいやつをちょっとやってくれるといいなという気がしますね。十分に自力のある選手なんですけれども、もう体というのは財産ですからね、実際にとって、はい、一番大きい選手ですし、はい、本当に大きくたって太ってるわけじゃないですから、ね、本当に体格的には一番恵まれてますから、動ける選手ですからね、機動力もあります。自信満々の下田が渡辺を捉えております。攻めてる顔って凄みが浮かばれますよね。すごいと思いますけど、ケバイって言うんじゃないですか。でも、いや、そのケバさがいいんですよね、はい、はい。おそらくですね、三田選手も今ガーマかけながら髪の毛伸ばしてますよね、あの髪の毛の長さが下田と、あ、待って、重い、渡辺君、こういう意表をついた空中殺法があるんですが、やや重いと思います、はい、重い、低いと思います、はい、いや、重いのはいいんですよ、はいはい。これはインフェルナルカオルというよりは、前のカオルって感じがしますね。そうですね、昔懐かしいヒップドロップです。まあ、そのですね、三田選手の髪の毛が下田選手と同じぐらいの長さになる頃には、きっとすごいチームになってますよ、はい。川端選手もね、はい、膝の手術でもって、年内はとにかく休業といいますか、休業だったんですけれども、ね、これ急遽また出てきちゃったというか、はい、怪我が悪化しないといいですね、頑張りすぎて。そうですよね、渡辺の方も先立っての韓国遠征で、肘を痛めた、やはり気が怖いですからね、爆弾を抱えた者同士の危険なタッグ決定になってしまいましたけど、色が黒いと、はい、ですね、迫力ありますね、また迫力ですね。今の突進ラリアットなんかもね、もっと豆タンク風の体を生かして喉元に決めてほしいところですけど、本当に豆タンクですね、はい、スタイルいい方じゃないんですけど、ね、そうですね、弾けるようなの技が見られますね。もっと悪くしてね、そのあたり踊りを知って突進していってもらいたいと思います。
あの割とあの、ええ、応援しやすいですよ、あの渡辺なんか、ね、なんとなくとぼけた表情がありますしね、憎めないキャラクターでね、飛びつき十字固めです。関東遠征に行った人たちみんな日に焼けてますね。そうですね、本当に下田にしてもよく気が付いたら下田なんかも、はい、日に焼けてますね。って大技になっちゃいますよ。そうですよね、ミタ独特の調子を生かしての、ファイヤーマンズケリーみたいなもんなんですよ、まあ、なんか大技だなって感じがしますね。一つの見悩んでるのは特殊的に何の人ですか、ミタの場合は。それこそ、先ほどのマサさんの言葉じゃないけど、メンタルのやつじゃないですか。まあ、それでこの4選手はどうなんでしょう。今更全日本タッグという感じではないんじゃないですか。いや、まあしょうがないっていうか、全日本男子のね、プラスで言うとアジアタッグみたいなもんじゃないですか。ですからベルトは取るべきだと思いますよ。はい、やはりどんなベルトがどうだって言ったら贅沢ですよ。何よりあった方がいいとか。そうかもしれません、まあ、何よりよって言ったらあれですけども、自分たちが取ったことによってベルトのグレードが上がるっていうふうに考えた方が、はい、ただ私ね、下田なんかも先日デビュー7年目にしてようやくシングル初体感ですよね。それだけ大変なことなんですよ、チャンピオンを巻くのは。結局内閣の名物タッグとしてですね、このラスカチオラスにしても渡辺の場合はバットとのタッグが長かったんですけれども、そうですね、バット選手と渡辺選手のスタイルがもう完全に右と左に分かれてきましたから、ここはバットはバット我が道を行く、渡辺我が道を行くでいいんじゃないですか。敵解消戦ですね、あまりしかしタッグ戦線の名物となりますと、そのタッグ戦線に埋没してしまってね、ここのシングルでのこの飛躍の目をついてしまうというような、そんな気がなんか私感じられてならないんですか。いや、レスラーはいいように、いいように考えた方がいいですよ、ものを。あまりね、危惧しないことですよ。ペシミスティックになるようには。今日いい試合したことが、明日いい結果になるんですから。タッグもシングルもないですよ、そういえば。ああいう下田っていうのも本当いいですよね。高戦でもこういった連携ね、見た目見せましたけれども。おお、スミスはね、元気いっぱい。走っていくスピードが違いますね、ロープに。また走ってくる時の、こっち走ってきましたよね、今。顔が怖かったですね。パンに来た時、思わず斉藤さんが身を避けた。そんなことないですけど。ちょっと見ておりましたよ。いや、昔、私、はい、下田選手のことめちゃめちゃ似てたんですよ。でも、今はすごい良くなったなと思います。本当に変わるんですよね、レスラーって、何か一つ自信を持っただけでね。渡辺の方はそういった点でどうでしょうかね。でも改良の価値は改良の余地ですね、まだまだあると思いますけれども、平成元年組でもやや一人で遅れてるという感じがしたんですけれども、でもそれは言っちゃかわいそうっていうか、本人が分かってますから、それを今日どうしようか、じゃあ今日ベタになって、明日ベタになって、いい一日頑張れば良くなっていくんじゃないですか。そうですね。コーナーに戻ってきた渡辺選手、ちょっと右手震えてますよね、肘相当痛いですね。まだ感じは見えしてないようで、震えてますもんね。しびれきちゃったんですかね。おー、カオルの鮮やかな裏感がいつ見ても綺麗ですね、本当に。メキシコ地区の館ではありません。長身のね、見た目見事に飛び乗って、それに軽量ってわけじゃないですからね。そう